皆さんこんにちは。今日はですね、瀕死のクレマチスを救うと第2弾ですね。今回はですね、こちらからドクターラペルですね。はい。で、これがエン君です。エン君もですね、すごい調子良かったんですが、立ち枯れちゃいました。で、こちらは今年から育て始めたマンジュですね。立ち枯れ防止の植え付けをしたんですが、残念ながら立ち枯れてしまいました。もう本当にお花が咲いてたんですけれども、強風がある暑い日に立ち枯れちゃいましたね。それでですね、どれだけ丁寧に管理しても立ち枯れるときはやっぱりクレマチス立ち枯れるので、特にフロリダ系ですね、なのでめげないでやっていこうと思います。はい、じゃあやってきます。はい、そうしたら、まず最初にマンジュからやっていきたいと思います。マンジュはフロリダ系の白マヤにちょっと似た花なんですけど、小輪花で、ぽっこりとした可愛らしい印象のお花なんですよね。まあなんですけど、まあちょっと見るも無残ですが、今の株の状態はこんな感じですね。はい、見事に立ち枯れております。で、地中からは2本の枝が出ている状態で、両方とも立ち枯れちゃいましたね。はい、じゃあまずは剪定をしていきたいと思います。はい、じゃあ剪定をしていきます。もう何も考えることなく、地際でカットですね。はい、でまあ枝を取っていっちゃいます。そしたらハンドン取っちゃいます。はい、じゃあマンジュの表面の土を払っていくんですが、まずその前に地表を見ていただくと、まあ地上部にはもう何もない状態です。はい、じゃあ表面の土を払っていきます。これで少しでも新芽が出てればですね、期待ができるんですけど、ちょっとかなり厳しいんじゃないかなと踏んでます。ちょっとダメっぽいですね。新芽っぽいのも見えるんですけど、ちょっと朽ちちゃってますかね。ちょっと朽ちてるっぽいですね。もう多分もうこれは復活は難しいと思います。まあとはいえちょっと勉強のためにちょっとですね、一回抜いちゃいますね。はい、おお、新芽が奇跡的に上がってきてますね。はい、こんな感じで、なので諦めないでちょっと植え付けていきたいと思いますが、はい、一回もう土落ちちゃったので、力出す溶液にちょっと浸積します。はい、はい、じゃあ、はい、まんじゅ、ちょっと土が落ちちゃったので一回力出す溶液の中でふるい洗いをしてあげます。はい、マンジュの株になります。こう根っこがあんまり成長してないですよね。はい。で、
ここが地上部に出てた枝なんですけど、これはねちょっと朽ちかけていますね。やばいです。でこっちの下の方から出てるのが、これ新苗の時の、成長点だと思うんですけど、そこから新芽が上がってきています。それで対処としては、今、23センチのロングポットに植わっていたんですけど、それをやめてちょっと鉢をですね小さくしてあげようと思います。そうですね、6号ぐらいかな。ちょっとポット探してきますね。はい、はい。じゃあまんじゅの続きをやっていきます。これがもともと植わってたものですね。はい、23センチのポットで容量がですね 6.5 リットル入ります。結構大きいですね。ちょっと大きすぎたかもしれないですね。はい、で交換するものがこちらで、こちらは、19センチ 3.7 リットルだから6号ちょいのサイズになりますね。はい、ですね、6.5 リットルから 3.7 リットル。はい。まあ 3.7 リットルでも結構でかいんですけどね。はい。根っこの発達がいまいちだったので、ちょっと鉢のサイズダウンをしてあげようと思います。培養土なんですけど、ちょっと今回立ち枯れてしまったってこともあって、この培養土3リットルに対して 300cc のゼオライトを入れています。普段は3つかみなので、3倍ぐらいゼオライトをいつもより入れてるってことになりますね。マガンプとか、有機石灰とか、薬剤関係、全部入れてあります。で、元肥を控えめに入れます。で、そうですね、6号だとだいたい適量が 20g なんですけど、ちょっと控えめに 15g ぐらい入れてあげようと思います。はい、元肥はバラの肥料ですね。はい、これをここに入れてあげます。はい、そしてよく攪拌します。フルボ酸もこの中に入れてあります。はい、じゃあ植え付けをしていきたいと思います。まずポットにですね、鉢底に軽石小粒を薄く引きます。中央に盛るような形で、はい、こんな感じです、はい、真ん中が山になったような形で、周りはほとんど入れてないです。で薄く培養土を入れてきます。はい、2、3センチですかね、引きました。そしたらちょっとだいたい力出し溶液の中に30分ぐらい入れておきました。でちょっと根っこがねあんまり発達してないんですよね。何がしか良くないことがあったんでしょうけれども、でちょっとですね、この新芽が出やすいようにですね、あんまり深植えはやめます。で、まあ、具体的に言うと、この新芽が出ている位置のここに上に成長点があるんですけど、ここの距離がだいたい4センチぐらいなんですが、これの根元がほんと浸かるぐらい、だからここを出しちゃうってことですね、ここから上を、ぐらいにしてあげようと思います。こう多少広げてあげて、培養土を入れてきます。
はい、そしたらまたもやちょっとゼオライトで囲っゼオライトを、囲ってあげるためにポリポットをで囲ってあげて、はい、そしたらゼオライトを入れていきます。これ本当は枝もう朽ちかけてるからカットしちゃってもいいんですけど、カットしちゃいましょう。はい、そしたらゼオライト追加してあげて、はい、よいしょ、でポリポット抜いていきます。はい、ラベルを戻してあげて、はい、お水あげていきます。はい、そしたらまんじゅにリキダス栽培容器を与えていきます。はい、念のため排水性を確認します。はい、しょ、はい、もう一回お水を与えます。はい、これでまんじゅの植え替え作業になりましたね。全部どっかやったから。作業が終了しました。はい、次はドクターラッペルですね。ドクターラッペルは HF ヤングと同じでクレマチスを始めるならばこれっておすすめされる品種なんですよね。パテンス系は基本一期咲きなんですけど、ドクターラッペルは返り咲き性があるのでシーズン通してお花が楽しめます。とても強健な品種っていうところもいいですね。パテンス系の強健な品種です。強健な品種なんですが立ち枯れております。ちょっとね、パテンス系がこんな立ち枯れるっていうのはちょっと今まで例年なかったですね。ちょっとショックなんですよ。はい、まずは剪定をしていきます。はい、多分ですね、もうこれ全部地上部は一回なくしちゃった方がいいぐらいちょっと立ち枯れてますね。まあ一応かろうじて生き残ってそうなところは残しますが、まず枯葉を傭兵をですね取ってきます。地上部はなくなりました。一応ここが葉っぱが少しだけ生き残ってるのでこれ残してみますが、まああんまり意味がないかもしれないですね。ドクターラッペルはすごい強い品種なのでこんな立ち枯れちゃうってこと、まあ本当はあっちゃいけないんでしょうけど、やっぱり立ち枯れる時はもうしょうがないですね。で、なんか今までのなんとなくの印象なんですけど、立ち枯れ病と物理的に風で枝が傷んで立ち枯れる症状の違いについて簡単にお話しするとですね、地中から何本か枝が出ていて、まあ健康だったとして、だから1本、まあ例えばすごい急に暑くなって立ち枯れたとしますよね。で、まあそれ剪定しますよね。
で、残った枝が健康な状態で、で、また、立ち枯れ、一本立ち枯れ、また一本立ち枯れみたいな、ことが連続して起こると、立ち枯れ病の可能性が高いです。で、このドクターラッペルも同じ症状で、特に強風に当たっているわけでもないのに一本一本立ち枯れていくっていう症状を起こしたので、ちょっと立ち枯れ病かなとなんとなく思っています。で、相変わらずやっぱり表面の土を変えてあげて、うまくすれば復活するかなというところで、最低限のことはちょっとやってあげようと思います。アンドオンを外します。はい、じゃあ表面の土を取り替えていきます。はい、じゃあ表面の土を軽く抜けていきます。ちょっとやばいですね。これは成長点がですね、朽ち始めると、これはかなりやばい症状ですね。で、ちょっと成長点がですね、朽ちてるんですね。枯れてるってことなんですけど、なので、ちょっとこれは助からないかもしれないですね。ちょっと一本の枝はもう成長点が完全にカビちゃって、カビるっていうかなってるので、非常によろしくない状態ですね。なのでちょっと深めに変えてあげようと思います。はい、それでですね、ちょっと表面の土をなくしたらですね、分かってきたことがあるのでお伝えしますね。まず深植えした部分から ここ発根してますよね。なので一つ助かる要因がここにあります。でもう一つなんですけど、ですね、ここに枝があったんですけど、ここの成長点ですね、見えにくいかな、よいしょ、ここの成長点ですね、こちらも、ですね、ちょっと一箇所朽ちかけていて、かなりやばい状態なんですけど、こっちの枝は朽ちてないんですね。触るとブニョブニョしてないので、なので、ここをしっかり深植えして、この上の発根部分ですね、ここです、ここをしっかり発根させてあげれば多分助かるんじゃないかなと、思います。で、根っこもですね、この結構腐ってるような、印象を受けるので、ちょっとやばいという感じです。もうこっからなんとか発根させないと、多分来年うまく、育ってくれないと思うんですよね。はい、そんな感じです。はい、それでですね、これ腐葉土ベースの培養土なんですけれども、かなり深めに10センチぐらいですね、表土を、取り去ったので、そこにココピートの、ゼオライト多めのものですね、3リットルに対して 300cc 入れた培養土。これで、なんとか養生してあげたいと思います。その時にここはとても生き残るのに大切なところなので、確実に埋めてあげるという感じですね。はい、じゃあやってきます。成長点さえね、クレマチスは朽ちなければかなり強い植物なので、本当にこういう成長点を大切にしてあげる、まあどんな植物でもそうなんですけどね。はい。
これを、この発根してるここですね。ここ。ここを、埋めてあげるという感じにしようと思います。はい、ゼオライト今回株元囲わなかったですけど、まあそもそもドクターラッペル強い植物なので、多分このまあゼオライト多めの、培養土で、いけるんじゃないかと踏んで取り囲んでいますね。で、ちょっといらない枝とかをちょっと整理します。はい、じゃあお水をあけてきます。はい、じゃあドクターラッペルにリキダス1000倍溶液を与えます。はい、もう一度与えます。はい、ポットをきれいにします。はい、これでドクターラッペルの作業が終了しました。はい、次はパテンス八重系の円空ですね。はい、円空なんですけど、今年で3シーズン目です。ようやく根っこが成熟してきて、これから大株になるかなというところで、立ち枯れちゃったんですよね。円くんもですね、今年すごく調子良かったんですけど、ご覧の通り地上部は立ち枯れてしまいました。ちょっと見るも無残なですね、お姿を見ていただくとですね、こんな感じで立ち枯れました。で、幸いなことにですね、地上から2本枝を伸ばし始めています。今後の管理をしっかりしていけば、復活してくれると思います。今年ちょっと大株にできるかなとちょっと期待していたんですが、これから新しい枝をですね、どれだけ健康に伸ばせるかっていうのが勝負になってくると思います。はい、じゃあ剪定をしていきます。はい、じゃあパテンス八重系の円空ですね。枯れた枝を整理していきます。結構長く伸びてたんですけどね、残念です。もう地際でカットしちゃいます。はい、ちょっと地上部の枯れ葉などをちょっと整理します。まあとりあえずこの株に関しては新芽が上がってるんで、今後の管理をしっかりしていけば復活してくれると思います。ちょっとビニール帯を外していきます。ちなみに、これは培養土は腐葉土ベースのものですね。はい。はい、じゃあ、取っていきます。はい、じゃあ、円くんのですね、表面の土を取り除いていきます。はい、取り除きました。で、ちょっと新しい
現象が発見できたのでちょっとお見せしますね。はい、これ円空の表面の土を取り除いたものです。で、4センチぐらい取り除こうと思ったんですが、ちょっとですね、これ見ていただくと、ちょっと折りそうなんで怖いんですが、こっちが、こっちの成長点の下からですね、ここですね、新芽が上がってます。で、この新芽のところが立ち枯れないように、こっちをゼオライトで囲ってあげようと思います。かなり地面深いですよ。これ、4センチぐらいここからあります。地上からですね。で、こちらの新芽ですね。こちらも、健康に上がってきているので、こっちも取り囲んであげようと思います。で、植え替える培養土は、これは腐葉土で植え付けたんですが、ココピートに表面だけ変更してあげて、で、そのココピートベースの培養土なんですけど、相変わらずですね、ゼオライトを3リットルに対して、300cc、要するに 10% 入れたもので、なるべく、悪い菌がですね、繁殖しないような植え付けをしてあげようと思います。はい。まあこれは多分復活しますね。で、ちょっとポイントがあってですね。これちょっと見にくいんですが、この新芽が出ている成長点ありますよね。そこよりも下になるようにゼオライトを囲ってあげた方がいいです。ここよりも上だとあんまり雑菌が増えないような効果がないんですね。なので、1、2センチ、まあ3、4センチでもいいんですけど、この成長点よりちょっと下からゼオライトを取り囲んであげた方がより雑菌が繁殖しにくいので、そんな感じでちょっとやっていこうと思います。はい、それで円空なんですけど、その春に深植えしたので株が2個になったんですよね。これはめでたいことですよね。で、ポリポットをもう一個穴を開けて、これ2号のポリポットですけど、穴を開けて、両方の株を、ガードしてあげるようにしたいと思います。はい。こんな感じで底を取り除きました。で、これ側面を使っていきます。で、一つ目は、こっちですね。こっちをガードしてあげて、二つ目。はい、これも株元をガードしてあげて、こんな二箇所に、ゼオライト入れていこうと思います。はい、じゃあ、一つずつですね。ゼオライトを入れていきます。はい。では周りに培養土を入れていきます。じゃあまたゼオライト追加していきます。
はい、そしたら培養土入れていきます。はい、じゃあポリポットを取ります。ラベルを戻して、はい、じゃあお水を与えていきます。はい、じゃあ円空にリキダス1000倍溶液を与えていきます。はい、もう一回与えます。はい、ポットをきれいにします。はい、じゃあ円空にあんどんを立ててきます。はい、じゃあ念のためにまだいいんですけど念のために、簡単に誘引をしておきます。2回巻いてギュッと引っ張って2回巻いて、それで緩いループで誘引しておきます。はい、こんな感じですね。はい、こっちはまだちょっと短いのでまた伸びてきたら誘引したいと思います。はい、これで円空の作業が終了しました。はい、これで今回の作業は終了となります。はい、今回はですね、まあ最悪枯れてるかなと思ったまんじゅうも下の株の方から新芽を上げてきてくれていて、まだまだ可能性がありますね。はい。で、そうですね、まんじゅは結局全部根洗いして植え替えをしました。で、まあ、ココピートベースのものに変えて、あとフルボ酸ですね。春には入れなかったんですけど、フルボ酸を入れてあげることによって、ちょっと根の発達が促進できればいいなと、思っています。で、真ん中のドクターラッペルですね。強いクレマチスなので多分復活してくれるんじゃないかなと、思っていますが、まあわからないですよね。はい。で、まあ積極的に10センチぐらい、表の土を交換してあげて、で、あのゼオライトが1割入った、ココピートベースの培養土で株は囲わずに植え付けてみました。で、最後ですね、円空ですね。これ大切に育ててたんですが立ち枯れてしまいました。で、幸いのことに春に深植えしたら2株に増えていたので、その2株をゼオライトで囲ってあげて表の表面の土を取り替えてあげるっていう作業をしました。で、まあなかなかですね、クレマチスの一番花が終わった後にこうやってですね表面の土を変えてあげるってなかなかですね大変な作業だと思うんですけど、立ち枯れてしまったらですね、理想的にはなるべく早く、念のため表面の土を交換してあげると、ダメージが少ないと思います。大体この人たちはそうですね、早く立ち枯れちゃったもので1ヶ月ぐらい前ですね、このまんじゅが、ちょうどシーズンの、クレマチスの開花が真っ盛りの時に立ち枯れてしまったんですね。ドクターラペルとか円空は、まあ、それよりもちょっと遅い感じで、表面の土を取り替えるときに、やっぱ株元ですね、成長点を見てあげると、ああ、新芽が出てきてるなとか、出てきてないなっていうのがわかるので、まあ、それなりの対処がしやすいと思います。
かなりですね、一番花が咲いた後ってもう、ああ終わったって感じで、なかなかこういう作業って、できないと思うんですけど、ぜひですね、不調なクレマチスは表面の土をピッと、取ってあげて、成長点がどうなっているかとか、そこが朽ちていないかとか見てあげると、また、これから梅雨に向けてですね、新芽がダッと上がってこれば、まあ一安心ですし、はい、ぜひやってみてもらえると幸いです。で、これで第2弾なんですけど、ここから先第3弾ですね、やるんですが、多分ですね、この第3弾はもうほとんど望みなしという株を残してますので、まあ反省も含めですね、普通 YouTube って成功したところを、選んで、配信されてる方の方が多いと思うんですけど、自分の場合はですね、少しでもですね、失敗例を見ていただいて、一緒に勉強していければいいなと思っています。はい、じゃあ今回はですね、このぐらいで、失礼したいと思います。いつも長い動画をご覧くださりありがとうございます。はい、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、どうでもいい話なんですけど、今年中に僕5000人いかなかったらもう YouTube やめようと思ってるんでぜひぜひポチッと押していただけると幸いです。はい、グッドボタンもよろしくお願いします。じゃあこの辺で失礼したいと思います。はい、じゃあね、バイバーイ。